はい、こんにちは、下川です。今日はですね、前回11月のあの連休の東京バンコク見てみて、かなり苦しい感じの航空券がだったので、かなりねバンコク人気で、年末年始そろそろ見といた方がいいかなというふうな思いをがありまして、年末年始のバンコク線、ちょっと見てみます。今年のね、から年末年始の休みっていうのは、まあ会社によるとか、まあそれぞれよるんでしょうけど、一般的には29日、12月29日から1月3日という、まあそのなんていうのかな、一番のコアなところでちょっと見てみます。まあ実は僕はこういう時期あんまり飛行機買わないので、非常に動くんですよね。で、嫌なんですけども、まあそこしか休みがということは方はいっぱいいらっしゃると思うので、まずここで見てみます。はい、7万4000円だけど、多分みんな中国なんですよね、きっとね。中国、東北航空、チャイナとかですね、ここら辺でも、10万超えちゃう。それでね、ちょっとやっぱり気になるのがね、気になりますね。ここ、まあ一番安いの見てみるとね、予約会社がね、GoTo ゲート、マイトリップ、中国、東方航空。東方航空のセットって本当昔からそうなんですけど、分かりづらいんですよね。そう、まあ、とにかく、予約する会社がですね、まあ、ここで10万円1件、GoTo ゲートでしょう。まあ、一般的にトリップドットコムがいいとか、そういう面じゃないんです。もうちょっとたくさんの、旅行会社が、予約で出てこないとちょっとやっぱり不安ですよね。ここの中国東方航空で10万。まあ基本的にね、中国東方航空でしょ。どうで入っててもいいんですけどね。実は本当は東方航空の分かりづらいんですよ。でね、さっきもちょっと見てみたんですけどね、アメリカドルで出てきたって全然この料金のものにたどり着けないんですね。で、まあね、とにかくここのところからどうやって、7万4000出てきますけれども、これはまあ事実上、まああんまりね、使える航空券ではないかなというような気がしまして、ここからどうやって日程をずらして、買っていくかというところを考えた方が得策だと思います。で、まあ私も一回前倒し、28日の夜、前日ね、というパターンがあるかなというようなことも見てみますね。お、香港航空が出てきましたね。香港航空の方がいいと思います。これで、エクスペディアも出しているので、まあ、これ大丈夫じゃないでしょうかね。はい。これね、ちょっとやっぱり、方法として、この28日の21時5分に立って、2日目、まあ、これ上院、フライト長いんだけど、まあ、実質翌日の夜ですよね。30時間で、で、香港ですので自由に出れますので、まあ、香港ちょっと寄って、ちょっと年末気分も味わうみたいな形で行っていいと思うんです。帰りは、ね、比較的ね、スッと、まあ、14時間ですからね、乗り継ぎで来る感じはしますけれども、そこの航空券なんですが、この21時5分というのを抑えるっていう発想はいいかと思うんです。28日のね、要するに、この片道で取っていく方法もあるかと思うけれども、21時5分、要するにその日仕事終わっても仕事納めですよね。仕事納めやって空港へ走るというようなね、
時間帯なんですけれども、ここのところが抑えられれば、あとはまあちょっと自由が効いてくるかなというね、でそれでまあ年末年始10万切って8万4千円というのはですね、まあそれは高いですけども、まあ仕方ないかという運賃でもあるんで、で一応ですね、エクスペディアで8万4550円出てるんですが、航空会社から入ってみた方が、それは一番いいので、香港航空ならば、まあ、比較的大丈夫かなという気はするんですが、遅いですね、こういうとこ、こういうのが出てくるのか。はい、出てきました。東京、バンコク、あ、片道ずつ選んでいくのね、という形ですね。で、さっき言ったのは21時5分の1時5分ですので、この一番上のをということになりますよね。まあ、同じ値段ですね、全部8。7万8600円。で、メインと、フレックスプラスというふうなことがあるんですが、何が違うかというと、自宅荷物が30キロ、まあ、20キロは十分でしょう。というと、この安い方を取っていいんじゃないですか。これで、7万8000円。でも、さっき往復で始める、片道で7万8000円っていうのはね、ちょっと考えられない値段なんで、ちょっと帰りも見てみます。バンコク、東京、20時10分のやつですよね。わ、出てこない。あ、これか、これか。これで、まあ、これで見てみるか。朝着く。そうすると、あ、そういうことなのね。このメインっていうのを選びますと、ね、要するに0円なんです。うん、そういうことか。ですね、まあ頭いいなという感じもありますが、香港航空って、片道で買うと非常に高く設定してですね、往復で買うと帰りを0円にするというパターンを取ってますね。はい、ということはね、これ片道だけ抑えるっていうのは結構香港航空難しいかも。ということはもう往復香港航空で取るしかないというところにこう落とし込められてしまうというのがね、ちょっと辛いけどね。まあこれで選ぶとどういうふうになるんだろうな。運賃を選択してくださいね。あ、これで確認を取るのか。これは、フライトの詳細ですね。行きが、乗り継ぎ時間22時間もありますが、その、まあ、これはゆっくり香港でも味わいますかという感じですね。で、帰りは、これも乗り継ぎ時間が長かったか。ちょっとこれ、時間間違えたかな。ちょっと待ってくださいね。この時間のもの、これですよね。これが香港航空のサイトから出てこない。待ってください。香港航空のもう一個あったっけな。いいのかな。うん、同じですね。15時10分の、7時35分。翌朝ですけどね、これが出てこないね。どういうことだろうね。ちょっともう一回入ってみます。まあ、エクスペディアで84,550円で取るという手はあるんですけどね、ちょっと、
航空会社の方がいいかなという気もするので、香港航空で入るとですね、なんかちょっと遅いですね、香港航空ね。これで出てくると思うんですけども、これ行きはね、21時、これで0時でいいんですね。で、帰りは、あ、じゃあ、で、これを選ぶと。で、袋を選択と、あ、ここでね、あ、15時10分出てきました。ごめんなさい。15時10分のが出てきて、7時35分。これですね。はい。これでいいんです。これが予定通りで、これで、メインというね、20キロまで預けられるのを取ってですね、それで、はい。7万8000。いいじゃん。安くなりましたね。7万8860円。香港航空で取ると8万円切ってきますね。はい。これ、とりあえず年末年始、この、要するに29日から3の休みで、行けますから、行けますよね、これね。袋が15時10分で、まあ、乗り継ぎ時間7時間ありますが、4日の朝には着きますんで、まあ、ギリギリ。と、28日の夜は休まないで済みますので、これがまあ年末年始、本当に29日から1月3日しか休めないという方の中ではベストかな。香港航空ね、昔は食事出したりとかいろいろあったんですけど、まあ今は、まあ、LCC だと思って乗った方がいいかと思いますが、この航空券、香港航空から入った方がいいですね。はい。で、まあ、航空会社で買うので、一番、安心な、ね、遅れとかそういうのがあっても大丈夫。7万8000円。で、エクスペディアより安くなるし、これが一つ、年末年始の今のところ、29日から3のところの、一番のおすすめかな、という気がします。他はね、ちょっともうね、ない感じっていうのもね、なんなんだけどね、香港航空でこれ出てきたでしょ。それあと、まあ、香港航空、年末年始、かなり、時間選択もできるし、ここらを軸に考えてっていいんじゃないかなと思いますね。まず香港航空ね、でもそれ以外10万超えてっちゃいますからね、まあ行きはここのところを抑えられたらいいかなと。7万8860円でね、その休みもね、ないで済むというところでしょう。はい。これがとりあえずね、29日から30日、1月3の、本当にコアな、年末年始休みしか取れないという方向けの選択かと思います。で、まあ当然ですけども、当然日にちを動かしていくと、こう、安くなっていくというのが、でも年末年始って30日とか31日ってずらして安くなっていくかというとそうも言えない時期なんですけれども、そこらをちょっといろいろまた見てみます。ですのでちょっと時間ください。それで今日言うのはですね、今日はですね11月の11日です。のデータを見ています。それで年末年始、約1ヶ月ちょっと、1ヶ月半ぐらい先の航空券を今検索して、調べています。で、ちょっと29日から1月3日というコアな部分をちょっと外して、どのぐらい安くなっていくかというようなことを調べてみますので、ちょっと時間をください。
はい、年末年始のバンコクですね、今日は11月11日ですが、日をですね、12月の29から1月3の、まあ、メインコアな年末年始休みをずらしていって見てみたの、非常に結構うまくいかないですね。それでですね、まず30日見たんですけれども、30日に経って1月3日に帰るパターンなんか見たんですけども、まあ、30日最高値ですね、これは30日下げた方がいいなというようなことで、31日に出る、それで1月3日に帰ってくるというところの、まあ、まだね、まあ、もっと休める人はいるのかもしれないけども、一応そこのところで見てみるとですね、これもですね、苦しいんです。なかなか苦しいんですよ。その6万1000とか出てきますけど、これみんなですね、予約会社がね、ちょっと危ういんですね、そういう面ではね。だからね、こういう、要するにマイトリップとか GoTo ゲート系なんですね。それで、ここの、まあ、こういうね、使い付けが見るときっていうのは、この予約サイトの件数、要するにどれだけ旅行会社がこの航空券を売ろうとしているかということから逆から見るとですね、この航空券はある程度安心だというようなところにもなるんですね。そうするとね、2件3件というのはね、基本的に避けていった方がいいという傾向はあります。そうするとね、この東方航空使ってこれがずっとあるんですけど、これがね、ちょっと嫌な航空券でして、ちょっと避けた方がいいかなというような、まあ、これ勘ですけどね。それで件数も非常に少ない、1件か2件3件ぐらいでの予約サイトですから、ちょっと避けていくとですね、ここでね、初めて7件のが出てくるんですよ。中国国際航空ですね、13時35分で、まあ、31日の年末年始ではね、0時40分にバンコクですから、まあ、年明けるときはもう飛行機なんかみたいな感じになってしまいますけど、帰りがまあ3時20分の9時30分ということで、まあ、来る時間的にはなかなか大変かもしれないけども、一つ航空券で7この、ね、7件出てきたということはね、ちょっとやっぱ安定感あるんですね。それで、これは HIS も出してきてますね。HIS が9万円。まあ、HIS が出してきてるということは、まあ、日本 の HIS とかトリプドットコムとかそういうところが出してきてるということは、まあ、航空券として安定して販売されるというように理解していいと思います。で、まあ、HS 9万4100円で出してますので、まあ、これは安心して買えると思いますが、まあ、中国国際航空がそれより安く出してきているので、ちょっとこっちで予約してもそれはね、ちょっと5000円近くまでいかないか、4000あれなので、中国国際航空で入っています。中国国際航空のは見やすいかな、比較的ですね、いいような気がします。成田を13時5分で、プートンですね、15時45分で乗り継ぎが5時間あって、まあまあこれは許されるというところでしょうね。で、帰りが、3時20分、まあ、夜中ですけど、これも乗り継ぎが、まあ、7時間ちょっとかったるいけど、まあ、ね、杭州ですね、で乗り継いでくると、運賃の詳細、あ、フライトボーク、これでもこの運賃で考えていいのかな、割引いてますね、どういうことだろう。ね、割引前が9万4010円でね、 HS と同じなんですよね。それでなぜか知らないけど、中国国際航空が割引きましたね、8万9710円。これ HS とのあれかな、わかんないけど、まあ、とにかく安い方これ取れるわけですから、いいですね。これ、日付をずらしていった31日、30日は高くてダメですので、31日に行く便の中では、これが一番、乗り継ぎ時間もそれほど悪くないと。
いうところですね。それで8万9710円まで来ますので、これを中国国際航空で取っていくというところでしょうかね。はい、これがね、一つの31日1月3日 のパターンだと思います。それで、まあ、ここら後でまとめますので、確認してもらいたいんですけど、それでですね、この間ちょっとその年末年始 28日から1月3日の香港航空の以降ですね、日程はい、年末年始のバンコクですね、今日は11月11日ですが、日をですね、12月の29から1月3の、まあ、メインコアな年末年始休みをずらしていって見てみたの、非常に結構うまくいかないですね。それでですね、まず30日見たんですけど、30日に経って1月3日に帰るパターンなんか見たんですけども、まあ、30日最高値ですね、これは30日下げた方がいいなというようなことで、31日に出る、それで1月3日に帰ってくるというところの、まあ、まだね、まあ、もっと休める人はいるのかもしれないけども、一応そこのところで見てみるとですね、これもですね、苦しいんです。なかなか苦しいんですよ。その6万1000とか出てきますけど、これみんなですね、予約会社がね、ちょっと危ういんですね、そういう面ではね。だからね、こういう、要するにマイトリップとか GoTo ゲート系なんですね。それで、ここの、まあ、こういうね、使い付けが見るときっていうのは、この予約サイトの件数、要するにどれだけ旅行会社がこの航空券を売ろうとしているかということから、逆から見るとですね、この航空券はある程度安心だというようなところにもなるんですね。そうするとね、2件3件というのはね、基本的に避けていった方がいいという傾向はあります。そうするとね、この東航空使ってこれがずっとあるんですけど、これがねちょっと嫌な航空券でして、ちょっと避けた方がいいかなというような、まあ、これ勘ですけどね。それで件数も非常に少ない、1件か2件3件ぐらいでの予約サイトですから、ちょっと避けていくとですね、ここでね、初めて7件のが出てくるんですよ。中国国際航空ですね、13時35分で、まあ、31日の年末年始ではね、0時40分にバンコクですから、まあ、年明けるときはもう飛行機なんかみたいな感じになってしまいますけど、帰りがまあ3時20分の9時30分ということで、まあ、時間的にはなかなか大変かもしれないけども、一つ航空券で7件出てきたということはね、ちょっとやっぱ安定感あるんですね。それで、これは HIS も出してきてますね。HIS が9万円。まあ、HIS が出してきてるということは、まあ、日本 の HIS とかトリプルドットコムとかそういうのが出してきてるということは、まあ、航空券として安定して販売されるというように理解していいと思います。で、まあ、HS 9万4100円で出してますので、まあ、これは安心して買えると思いますが、まあ、中国国際航空がそれより安く出してきているので、ちょっとこっちで予約してもそれはね、ちょっと5000円近くまでいかないか、4000円あれなので、中国国際航空で入っています。中国国際航空のは見やすいかな、比較的ですね、いいような気がします。成田を13時5分で、プートンですね、15時45分で乗り継ぎが5時間あって、まあまあこれは許されるというところでしょうね。で、帰りが、3時20分、まあ、夜中ですけど、これも乗り継ぎがまあ7時間ちょっとかったるいけど、まあ、ね、杭州ですね、で乗り継いでくると、運賃の詳細、あ、フライトボーク、これでもこの運賃で考えていいのかな、ここ割り引いてますね、どういうことだろう、
割引前が94,010円でね、HS と同じなんですよ。ね、それで、なぜか知らないけど、中国国際航空が割引きましたね。89,710円。これ、HS とのあれかな、わかんないけど、まあ、とにかく安い方がこれ取れるわけですから、いいですね。これ、日付をずらしていった30日は高くてダメですので、31日に行く便の中ではこれが一番、乗り継ぎ時間もそれほど悪くないというところですね。それで89,710円まで来ますので、これを中国国際航空で取っていくというところでしょうかね。はい、これがね、一つの31日1月3日 のパターンだと思います。それで、まあ、ここら後でまとめますので、確認してもらいたいんですけど、それでですね、この間ちょっとその年末年始 28から1月3日の香港航空の以降ですね、日程をずらしていったんですが、1月4日戻りとかですね、1月31日の、ね、4日戻りとか1月5日戻りとかいろいろやるんですけどね、どうもいいの出てこないんですよ。みんな予約会社が不安定だったりですね、ので、予約件数も少なかったり、ちょっとね、ここらのところ避けていった方が、まあ、もうちょっとね、時間待てば少し落ち着いてくるような気もするけれども、ちょっとまだね、なんか固まっていない感じしますね。それでね、まあもうそうなってくるとですね、もっと日をずらすという形になってくるんですが、ということは、で見たのがですね、たどり着いたというのもなんですが、1日に出る、1日に出てですね、4日に戻る、まあ、帰りね、ちょっと1、3だとさすがに短い、というようなところにまで動かした方が、いい航空券安定してくるんですよね、それなぜかね。それでね、これまた同じパターンです。中国東方航空でこの3社がって言ってもマイトリップとかゴートゥーゲートになるというね、ここのパターンをちょっと敬遠したいので、行くとですね、これ探して、まあ、ずっとこのパターンが出てくるんですよ。でね、これでね、その先見ていくとね、あ、ここでね、香港航空が、まあ、年末年始でいい、まあ、これだろうなみたいなところが出てきたのが、香港航空だったので、ここで香港航空で急に5件の予約サイト出てきますから、ここで安定してくるんですね、なんとなくね。で、まあ、9時5分、21時が香港の、まあ、時間長いですけど、朝着きますよね。それで、帰りが15時10分の朝7時ということで、まあ、ここら辺りをちょっと、まあ、どうしても年末年始ちょっとずらしていくっていうことならば、まあ、1日の朝出るというパターンですね。で、これを、ね、やっぱりトリップドットコムとか出てくるってことはですね、これならば売ったらいいということはないけども、売っても大丈夫というような航空券の旅行会社の判断ということですね。で、さっき言ったようなことは出てくるかと思います。香港航空の、サイトに入れば少しは安くなるかというところですね。トリップドットコム がね、あ、ちょっと年末年始のバンコクって香港航空頼みというようなところも出てきたような気もしないでもないですけど、それ以外の時も東京バンコク線って結構今香港航空頑張ってますよね。そういう面ではいろいろ高くなってきた中で、ね、いいことだと思います。これ多分同じパターンですね。要するに9時5分4時10分これですね。これを選びます。それで、こ
これを、メインというので75,000、多分これで75,000まで下がるんじゃないかな。帰りが、15時10分、ですね、これを選ぶと。また0円で出てくる。そうですね、要するに往復で初めて、割引になる買って、この値段が出てくるという、まあまあなかなか頭のいいやり方だとは思いますけどね。これでいくと最終値段ってどこへ行くのかな。75,560円でいいのかな。ちょっと待ってください。これで選んでるので、運賃を選択してくださいというところを、どこは選択してないのかな。あ、ここで確認ですね。ごめんなさい。ここで確認するんですね。はい。そうすると、航空券の詳細出てきます。75,000まで下がりますね。どうもね。はい。はい。trip.com に5,000下がりますね。はい。さっきと同じ構造ですね。ですので75,530円まで香港航空で買うと落ちてくるということでいいんだよね。なんかちょっとあれなんだけど、まあ多分そうでいいと思います。で、これが1月1日から1月4日。ここらあたりが、いろいろ検索してみた時の年末年始を絡めた、航空券で比較的安定してですね、この年末年始ね、航空券が買った後、現地で変更になるとか、うまく予約が取れないとか、そういうのをちょっと避けたい時期なので、まあ少し若干最安値というところを選びづらいというようなところがあります。ですので、そういうことを考慮しながら選んでいくとですね、香港航空とか、まあ中国国際航空あたりに落ち着いてくるかなというような気がします。じゃあこれあのあたり、最後にまとめてますので、参考にして、年末年始のことを考えてみてください。今日はね11月11日のデータを見ています。じゃあ今日はこの辺で。